ね、おられなくて、はい、で、92年にまあオリックスにドラフト当時1位で、はい、ね、入団をされまして、時の4位がイチロー選手だったということなんですけれども、でその後まあオリックスで活躍をされまして、まあなんといったもの95年96年あの震災の時に優勝、そして日本一を経験され、で僕その時ちょうどご一緒させていただいたんですけど、しかしあの時のブームはすごかった。いや、あの時はすごいエネルギーでしたね。やっぱりあのファンの人のエネルギーがすごかったですよね。だからそれをもらってこうプレーをしてたっていう、ですから本当にファンの方々の力で勝ってたという感じはありましたね。あのまあ今名前変わりましたけれども、当時のグリーンスタジアム神戸が本当に満員になりましたもんね。連日満員になって、まあまあなところにあるよ。まあそうだからね、ちょっとめっちゃ好きな人は行くけどさ、まあまあなところにあるから結構行くのってさね、でもやっぱりそのね集まるっていうのはやっぱりそうですね、アクセス不便ですよね。それこそ入団した当時って正直そんな入ってなかったんじゃないですか。92年93年そんなに入ってなかったですね。ねえ、あのあと連日まあ満員だったということなんですが、でも改めてね、そのほら入団の時のことからちょっとお聞きしたいんですけれども、ほらプロ野球に入った時に皆さんこうプロってやっぱりすごいっていうか、アマチュアと全然違うとついていけないんじゃないかなんていうことをおっしゃる方いらっしゃいましたけど、田口さん自身は印象どうやったんですか、改めて。いや、もう入ってキャンプ行った瞬間にえらいとこ入ったなぁとそう思いました。いや、もう一番最初にもう3日でイップスかかりましたからね。ああ、投げられない。そうです。僕もともと内野手だったんですけど、3日ですよ。もう当時の土井監督にグローブを見られて、こんなグローブ使えるかーってなって、でもなんかその口調もまだまだやんちゃな世代の人たちのが多かったね、時代ですもんね。当時サードが松永さんですね。もうベース上にこう座って、ここを投げろって言われて投げられるわけないじゃないですか。怖い怖い怖い。ビャーって投げて全然違うとこ行って本当に取ってくれないんですよ。あかんあかんあかん、こんな世界あかんわ。でもよってもね、高校大学時代まあ鳴らしてきた選手ですから、それぐらいのプレーはなんか素人目にはできるんじゃないのなんて思ったりもするんですけど、やっぱりそんな世界じゃなかった。いや、やっぱり先輩方の名前を見てしまうと、だって見てるんですもんね。そうです、そうです。もう一流の選手がもうその辺にいっぱいいるわけですよ、先輩方が。そうなるとこんなとこでは無理やわ。先輩でもほら、もうめっちゃ年も上の人もおるし、そうそうそうね、大学の時やったらまあねですけど、でなんなら年下だけどプロ野球は先輩っていう人もいらっしゃいますもんね。高校出てすぐの。あれどっちはなんかこう敬語とかどうなるんですか。芸人は入った順なんですよ。だから年上の後輩が入ってきても、私の方が先輩なんですね。なるみちゃんの方が若くからやってるから。プロ野球どっちですか。野球は年齢です。あ、年齢。へえ。ですから後から入っても年齢が上だったらちゃんと敬語で、向こうが下の方は敬語で。でもそんな中で改めてこう自分がなんとかやってけんじゃないかみたいなって、どれぐらい経ってたの？入団してどれぐらい？入団して3年目ですかねに、外野に行けって言われてからですね。外野に行けって言われて、もう仰木監督、当時仰木監督に、最後僕4月の94年の4月の終わりぐらいに2個ポロポロっとエラーしたんですね。送球のエラーをして、でベンチ帰って監督に「もうええやろ」言われて、そんな改まってじゃなくて、もうそのベンチ帰ってきてみたいな感じで言われるんですか。そうです。それでもうええやろっていうのは、もう内野はもうええやろみたいなことだったんですね。でそれでどうするってなって、外野行きますっていうことで。厳しいな。でもその当時、それから優勝へと進んでいくんですが、レフト田口、センター本西、ライトイチローって右中間左中間が。まあ12球団一の鉄壁の外野陣って言われてる頃で、どうですか、やっぱり仰木さんになって監督変わって、チームの雰囲気がまたぐっとメンバーも揃って上がってきたとなりましたね。ガラッと変わりましたね。チームも明るくなりましたし、チーム自体も選手も何人か変わって、すごくいいチームになったと思いますね。雰囲気とかっていうのもあるんですね、やっぱりね。いや、監督によってやっぱりチームの雰囲気変わりますね。で大ブームがやってきまして、95年96年と、リーグ優勝、そして日本一とされたんですが、その後田口さんは、フリーエージェントでアメリカへということなんですけども、そのアメリカに行くきっかけっていうのはどういうところだったんですか。きっかけですか、きっかけ、もともとはオリックスを出る気はなかったんです。で、そういうわけで西宮の方に家を構えたわけなんですけども、オリックスやぞと、俺は家も西宮で反抗したぞと、で建てたばっかりやったんですけど、まあひょんなことからまあ出なしゃあないなということになりまして、でまあ当時阪神さんからもお声をかけていただきまして、そうでしたね。幸せやなとかって言ってたんですけど、でもどうせ変わるなら思いっきり変わらんと変わる意味ないなっていう。これがすごいよね。こう思わへんタイプやろ。全然思わないで。でも当時あれ2001年でしたっけ？そうですね。2001年、はい。2002年からアメリカ行ってますね。はい。で田口さんその時いく32ですね。当時日本人のいわゆるピッチャーじゃなくてフィールドプレイヤーはいらっしゃいましたっけ？僕の生まれ年新庄君が、イチローと一緒にそうか行ったと。なんかどうな、そのアメリカでやってくる、まあ自信っていうとあれですけどみたいなもんで。自信全くなかったです。でもどうせ変わるなら思い切ってっていう、思い切っていこうと思って、そこが揺るぎなかったんですね。その自信はないけれどもどうせ変わるならどうなるか分かんないけどやってみよう、行ってみようっていう。すごいな。でも最初の確かアメリカ行った 1,2 年はちょっと大変やった。そうですね。まあもう一番最初のキャンプで全く打てなかったんで、それでそこから信用を勝ち取るまでに2年ぐらいは、やっぱり信用を勝ち取るまでが大変で、やっぱり監督と話もできないといけないし、で僕通訳がいなかったんで、その英語を喋れないとコミュニケーション取れないんで、そういう意味では英語もちょっとずつ勉強して、その時からやり始めたぐらいなんですか？そうです。英語は、はい。行った時はもう本当にほとんど喋れないですよ。通訳本当につけず？最初2ヶ月だけですね。でこれマイナーに落ちたんで、その後はもう自分一人でやるって言って、もうずっと。それこそね、まあ日本だったらまあ例えばその下を経験しても、まあなんとか知ってる人も多いし、うんぬんだけど、向こうに行ったら完全に一人でしょ？その。そうです。もうすごいですね。いやいや、言葉は分かれし、生活もだいぶ変わるし、その野球って言ってもそのシステムも全然違うじゃないですか。マネージメントの部分に関してとか、そういうのもね。その時は大丈夫です？その最初の 1,2 年しんどかった時っていうのは。でもね、最初の行ったマイナーのチームには、日本でプレーしてた選手が5人いたんですよ。アメリカ人が。だから日本語英語分かるんですよね。でもお互い片言で、それだいぶちょっとこうリラックスっていうか。そうなんです、そうなんです。で僕が困ってると、お前困ってんねやろって来てくれて、いわゆるなんかこう砕けた英語で喋ってくれるんで。気持ち分かる。実際自分が日本に行ってる時に困ったから、こんなことで困るはずやっていうのは分かってくれてるんですね。おっしゃる通りで。どうです？その向こうでなんとか俺やっていけるかもしれないみたいなのってのはいつぐらいからなんですか？ですね、3年目の終わりぐらいですかね。もうその頃にはその野球以外の生活っていうか暮らしにももう慣れて。はい。やっぱそれぐらいかかるんか、3年。こうきっかけみたいなのがあったんですか？その自分がなんかいけるかも。3年目ようやくほとんどメジャーにいたんですね。それが終わってから、なんとかなるなと。まあでも当時のトミー・ラロサ監督は2003年ですか、2年目の終わりに僕が飛行機の中で歌ったのがきっかけだとは言ってました。どういうこと？どういうこと？どういうこと？よく言われる新人仮装とか言われるのもありますよね。映像でも見たことあります。セントルイス・カージナルスの場合は飛行機の中でメガホン持って拡声器を持って歌を歌うっていう。恒例なんです。そうなんです。それでそこで僕歌え、英語は歌えないよって日本語でええから歌えって言ってそこで松山千春さんの長い夜を。踊り付きで、飛行機の後ろから前から全部行ったんです。でそしたら監督が「お前もっとシャイやと思ってたけど違うんやな」。だから日本人ってほらもうシャイってもうやっぱり向こうの人もね思ってはるけど、そこを思い切ってぶち破ってきたんが嬉しかったんかもしれないですね。でそこから実績積んでいよいよ2006年さあ世界一というね。はい。世界一ワールドシリーズ、まあ野球してる人が全員が憧れる上の舞台で、最後の最後フィールドに立ってた日本人で初めての。震える感じですか？やっぱりなんかこう震えますね。ねえ。はい。ボール飛んでこいと思いますもん。普通にほら完全試合とかなんとか飛んでくるんだけどね。いやボール飛んできて取って自分のものにしたらプレミアもんですからね。はい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 。もうあでもビビって嫌やろみたいなおばあちゃんがもしそこにおったら、いやもうやめてやめてこうやんといてって思うやろ。駆け足でねざくっとそのプロ野球生活みたいなの言いましたけど、そのやっぱりワールドシリーズの立ってたシーンってのこの間も記事で拝見したんですけども、なんか写真のように覚えて。そうです、映画、本当に映画のワンシーンですね。あれはもう決まった、三振で決まったんですけど、はい、三振で決まった瞬間にセンターの後ろから花火がドーンって上がったと同時に、もう観客の人が全員紙吹雪をバーッと投げるんで、すごい綺麗でしたね。割とゆっくりな感じなんですか、こうさーっというよりはスローな感じで、その瞬間だけはスローになってるんですけど、早く輪の中に行かないといけない。何やろ、聞いてるだけでもちょっと鳥肌立つわ。でも聞いたらその時の優勝パレードが50万人、50万人規模が全然違うね。この間の銀座のパレードね。ところがその後2008年にフィラデルフィアでもう一度世界一になってらっしゃるんですけど、その時200万人。200万人のやっぱり楊さん住んではんねんな、やっぱり。やっぱり大きいね。200万人って僕地頭まず見たことがないから想像がつかないのよ、200万人。怖いぐらいちゃいますよ。いや本当にね、ちょっと広い広場があったらブワーッてもう何百メーターあるんやろっていうぐらい後ろまでいるわけですよ。でもあの人らはもう全然見えてへんやろっていうぐらいまで。でもその人たちが見に来てくれてるんですもんね。まあ確かにメジャーも経験されて世界一も経験されたり、いろいろこうアメリカのね野球と日本の野球の違いなんですかなんて話聞かれたりしますけど、田口さん改めてその質問があった時に何って言われたら何やと思います？その日本とアメリカいろんな違いあると思いますけど、まあでも一番根底にあるのは野球人口の違いと思いますよ。そっから全て変わってくるんちゃいますか。だから競争相手の多さですよね。ちっちゃい時からやっぱり数が違うから。あとやっぱりこうその分野球に対する文化みたいなのも違うんですかね。もうファンの人の気持ちっていうか応援する人、違うと思います。ですからもう土地も広いんで、どうしてもファンの人はオラが町のチームっていう意識がすごく強いんですよね。だからそこはやっぱりちっちゃい日本とはまた違って、日本だったらやっぱり関東行っても阪神ファンは入りますよね。なかなかないですよ。ああそうですか。はい。もうじゃあアメリカ全土にいるのはニューヨークヤンキースファンぐらいです。遠いもんだって。ああそう。まあ実際そうやわね。じゃあやっぱりいわゆるこうビジターなんか。